森山スポーツにご来場の皆さん、こんにちは、サロモンです。2011年もサロモンは最先端の技術で最高のコストパフォーマンスを実現し、皆さんに最高の一本をお届けします。というわけで、サロモンといえばトップスターという形ですね。もうすでに皆さんご存知の方も多いと思うんですけども、このようにして板の厚みを変え、センターを厚く、そして足元を次に厚く、その間の本来ボードがしなるべき箇所を最初から薄く柔らかくすることで、乗っている方がより簡単に板をたわませることができて、結果強く板を弾くことができると。板を柔らかくしているにもかかわらず、板の反発力を最大限引き出せるという、まあ従来の考え方の全く逆の発想で、とにかくあのオーリー、ノーリー含めたトリックをマスターしやすくした、そういった機能が目玉のモデルになります。デザインは可愛いですが、乗り味はものすごいしっかりとしたタフなボードに仕上がってます。市場価値評価も非常に高いですので、皆さんぜひチェックしてみてください。今や世界のトップライダー中井貴治がプロデュースしたモデル、マンズボード、こちらも合わせてリリースされております。こちらの方はポップスターをベースに竹を使って、よりしなりと粘りを出すことにより、パウダーでのライディングも含めたオールマウンテンライドを可能にしたボードになります。こちらも非常に乗り応えのある面白いボードですので、皆さんぜひチェックしてみてください。その他にもサロモンはバンバン形変えてっちゃってます。その中の代表的なモデル、2011年ロックスターという形でニューテクノロジーでラウンチングしてるんですけども、こちらに関してはロッカーボード、従来の V の形をしたロッカーボードに対してエッジの形を直線で結び、なおかつ板の厚みを場所によって変えていると。これはポップスター機能になります。ロッカーだとどうしても操作性は高くても安定性が弱いと、エッジグリップが弱いと、いろんなデメリットがあるんですけども、それを補うために、板の厚みを変え、エッジの形状を変えています。これがロックスターと言われる新しいテクノロジーになります。こちらですね、板の薄い部分から非常に板が動くようになってますので、そうすることで板に荷重をした時によりフラットの状態を作りやすくしています。ターンでもしっかりとエッチングができるようになっていて、なおかつ板をたわませたとき、後輪をかけるときに重心を移動させたときにしっかりと面で踏めるような形になりますので、後輪のタイミングも従来ロッカーボードとはいうのは後輪のタイミングが遅れていると言われるんですけども、それが遅れることなくしっかりと反発ができるという、ロッカーボードだからこそエッチも引っかからない、操作性が高いロッカーボードなのに板が跳ねる、切れるという不思議なボードです。こちらも市場評価が非常に高いモデルになってますので、皆さんぜひチェックしてみてください。ちなみにレディースのラークロッカーに関してはポップスターと同じワンダフルデザインワークスのコラボデザインを採用しております。メンズはアシット、こちらが新しくポップスターになって生まれ変わってますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。はい、そして最後にご紹介するのはこちらですね。昨年度、大フィーバーを巻き起こしたメンズボードサロマンダー、来年もえぐいデザインで仕上がってきております。基本的なモールドは変わっておりません。フラットボードにイージープレスコア、足元だけ厚みを持たせて、あとセンター部分ノーズテールは薄くすることで、フラットボードなのにロッカーみたいな動きを引き出すと、なのに実際はジャンプを飛ぶときはフラットなので、しっかりとした安定性、反発力を引き出すことができるというトリックボードの代名詞になっています。来年はこちら、このサロマンダーのレディースモデルという形で放映を発表しております。でこちらの方も市場評価がかなり高くて、ある程度滑れるようになってきて、グラトリをチャレンジし始めた女の子、またはパークライドを練習している女の子にはドンピシャリハマる一本だと思いますので、こちらもものすごいおすすめです。はい、今シーズンどうしても上手くなりたい方、もっと滑りに行きたい方はぜひサロモンのアイテムを使っていただいて、上達のために自分をプッシュしてください。で今話したことは
おそらくサロモンが持ってるテクノロジーの100分の1も皆さんに伝わってないと思いますので、細かい情報は店頭の DVD をぜひチェックしてください。そちらに、映し出されているプロモーション映像はもうどの方が見てもすぐに内容を理解できる非常に分かりやすいものになってますので、ぜひそちらの映像をチェックして、今シーズンも皆さんは自分自身をプッシュしてスノーボードを楽しんでください。ライドフォーリアルサロモンでした。ありがとうございます。